スタディオデッテ・アルピはイタリアの鳥の郊外にあったスタジアム。セリエ A に所属するユベントス FC と鳥の FC のホームスタジアムでもあった。ストディオデレアルピを直訳するとアルプスのスタジアム。収容人数は67,229人。1990年イタリアワールドカップの際に新設された。建設条件の中に総合運動場とする必要が。 あったため陸上トラックが併設されていたが、公式大会で使用されたことは一度もない。競合クラブユベントスのホームでありながらほとんど満員になることはなかった。それどころか、平日開催やコッパイタリアの試合の場合、ガラガラになることがしばしばあった。その理由としてなどが挙げられる。この他にも、デッレアルピをホームとしている二つのクラブからは、ピッチの水はけが悪い。 ノームになることが多い、屋根のせいで、日当たりが悪く、芝が生育しないのでピッチコンディションは常に最悪、など様々な欠点が指摘されていた。そのため、ユベントスは、新スタジアム建設のために、スタジアムの所有者である、鳥の市と長い折衝を続けてきたが、ようやく2000年に競技が終了。その結果、スタディオデッテアルピは99年間夕べの所有になった。 維持費や改装費は、夕べ側が全額負担する代わりに、どのような利用も可能で、そこでの利益も保証される。なおこれには、スタジアムの周辺の約3万平方メートル以上の広大な土地も含まれている。これにより、ユベントスは、スタディオデッテアルピを取り壊し、新たにサッカー専用スタジアムを建設を始める。収容人数は、 約7万1人から約4万1人に減少するが、最大の障害だった見づらさは、飛躍的に改善される。また、改装後の集客状況に応じて、スタジアムを増築することも可能である。2004年1月には、プロジェクトの詳細が発表され、翌々年6月に工事開始。約2年で、竣工予定のはずであったが、2006年夏に発覚した。 カルチョスキャンダルの影響で、ユベントスの資金繰りが困難になったため、計画が頓挫。望みの綱であった、イタリアの UEFA ユーロ2012の招致による政府の資金援助も、招致失敗により見込めなくなってしまった。ユベントスは2008から09シーズンの UEFA チャンピオンズリーグへの出場が決定していたため、スタジアム工事再開に向けて動いていたが、 2008年3月18日に約1億ユーロを投じて既存の建物を取り壊して新スタジアムを建設することを発表した。2011から12シーズンに利用開始した。なお、ユベントスは新スタジアム竣工までの間は前、ホームスタジアムであったスタディオオリンピコディトリノを使用した。ありがとうございます。